闇に生きる者同士、この闇夜こそ決闘の舞台にふさわしい。はやぶさよ、見えるぞ貴様の姿が。そこだ。はやぶさ流水が落とし、闇から生まれし再び闇へと消え去る。闇のものだとな。貴様ら忍者も同類だろうが。親父。
闇が消え、光が溢れる夜明けだ。闇はいつか滅する様。王様のご容態は？心配ない。よかったね、よかったね、よかったね、もみじ様。龍様、先ほど伝令が。東京に不穏な影ありと。何者だ？地蜘蛛が再び動き始めたようです。里は頼む。龍様、お気をつけて。それじゃあ、龍ハヤブサがどこにいるのかあなたにもわからないわけ。誰にもわからんよ、忍者の行方なんざ。ハヤブサの里におらなんだら、地球の裏側やもわからんて。ソニアさんとやら、龍に何ぞ用事かの？ええ、そう。どんな用事かいの？それはまだ邪神のことでとしか。邪神の。
やれやれ。おお、龍か、久しいの。キャツラジグモ一族の邪人と見えた。へえ、いかにも久々に現れおった。あの女は何者だ。なんじゃ、知らんのか。わしも知らん。助けられなんだか。なぞお主に用事とか邪神がどうとか言うておった。邪神。竜はやぶさね、探したわよ、世界中。 CIA だったな、なんか用か。単純だけど大事で、奴らは邪神を蘇らせるつもりなの。絶対に止めなきゃダメよ。なかなか手広いな、近頃のスパイは。竜、
奴らハヤブサの里へ行くわ。邪神像を手に入れるために。あなたの里が危ないのよ。原神、貴様がジャミンを。竜の忍者も地に落ちたものよな、ジョー・ハヤブサ。いかにも邪道に落ちたな、原神。邪道だ。忍びの道に生も邪もなし。弱き者どもの末路、すなわちそれが邪道だ。おざけ、我らの因縁も今宵が限りよ。我が邪神剣の血盛りとなれ。愚か、邪忍の王。因果なるかな、竜の忍者の落日よ。邪神像はもらった。この邪神像こそ富士の鎮め。祀られし富士の峰が今まさに魔界の蓋が開いたのだ。地味猛量が溢れ出す。お前はジグモの邪忍を。そうか、ウヌがジョー・ハヤブサの小せがれか。邪神像を封ずるは竜の忍者の使命とな。小僧、貴様も死にたいと見える。エリザベートよ、以後ウヌらが真偽を示せ。待て。パラサイデカ積年の恨みよ、竜の血統を今ここで断つ。悲しみ損ないが、女を追え。邪神像を取り戻すのだ。行け。きらめきの島、星屑の都、美しい。でも君は、君は見飽きてしまったろうね。
ご覧綺麗だ。そう、嬉しいか。君は素直でいい。見るがいい。真実の世界が長き眠りの淵より目覚めようとしている。君は知っているか。僕らの沈黙、空白の年代記、あの永遠の窓を見る。アリックス。だが、マドロミは常に稲妻のひらめきと共に打ち破られるのだ。長いこと忘れていた。忌まわしき竜の一族の匂い。貴様のトラウマというわけだ。古話の国ごとか。人間どもの寿命は虫けらのごとし、想像だにできない。プラズマ渦巻くスバルの輝き、オリオンの大星雲に響き渡る美しき品々。我が名はアレクセイ。視察重機用の一角、あまねく電撃を支配する。邪悪なる身のもろさ。
ぞ。そのか細い腕で刃を向けるか。ふっ、ありゃあ。なりは小さくとも一発の忍びか。竜の忍者も放ってはおけまい。忍者をと思ったが、巫女の方がかかったが。サンジを返してもらうわ。愚かな、単身乗り込んできおるとは。未熟がゆえの無謀さよの。用心せい。そやつなかなかの腕前。ふん、思わぬ小物がかかった。存分に楽しませてもらおう。サンジ、サンジ。もみじ姉ちゃん。サンジ、よかった。もみじ姉ちゃん、里が。大丈夫、里のみんなも待っているわ。さ、帰りましょう。お姉ちゃんが守ってあげるから、忍びになれるその日まで。
ついに強者が我が城へ入った。よかろう、最高にもてなしてやろうではないか。その貧弱な見てくれ、にもかかわらず単身ここへ至るは称賛に値する。かくなる上はふさわしき死の決戦場を用意してやろう。ここではやらん。コロッセオだ、そこへ来い、神聖なる死闘の場よ。憎き竜の忍者、ここにはおらぬか。あの忌々しき女神なきこの町、わしが滑るにふさわしい。霧がないわね、まったく。
竜が魔人を放っていくとも思えない。地上にこうして地底から湧き出てくるのね。今のそれにこの感じ。魔人の血を引く者よ、貴様も目当ては竜の忍者だ。さあね。ふん、わしが鬼殺めを追うのとは幾分事情が違うと見える。どちらにせよあなたが竜に会うことはない。死に損ないらしく地の底深くに消えなさい。貴様のごとき半端者が魔族を束ねしこのマルバス様を倒すというのか。よかろう、身の程というものを教えてくれ。夜が明ける、光が満ちていくわ。
気をつけろ。いきなり墜落したら困る。うまくやるわ。あの忍者ども黙らせろ。そうあめくな。俺が行こう。小僧の分際で我らが道に立ち塞がるか。ソニア、大丈夫よ。サルども、しばらく見る間に小賢しい面になりおった。目を離せば我に火を向け不損を働く。邪神の慈悲にすがり名脈を保つばかりであった長き時代をお前たちは忘れ去った。恩知らずなサルども、闇に白示す凶魔皇帝名村大の力もて邪神の再臨を賜らん暁、もはや安ろうこと許されぬ。しかる名村大陛下よりことづかりし、最後にして究極の命を伝える。復讐か死か。射撃準備よし。てぇ、悔い改めよ我ら殺獣鬼よ。火炎の支配者炎のゼドニア、その力称賛に値する。だが無意味だ。
我が灼熱の煉獄を打ち破りし者、竜の一族とて一人もおらん。苦労式炎の記憶がただ残り、記憶がただ繰り返されるのみ。猿のごとき人間どもに炎を授けたのは誰か。誰か、誰やろう。このゼダニアスに他ならん。そいつは初耳だ。赤子のごとく無知な忍者よ、お前は何も知らん。我が大使炎、それは人間どものなけなしの夢であった。だがお前の先達竜の一族はその日を消し去ろうとしたのだ。愚かなこととは思わんか。さあな。因縁深き忍者の一族、竜の一族の末裔は地獄の豪華をその身にまとうがいい。なんだ、これは。あの機体さん、誠の炎の浄化を受けよう。ジグモドモンの狙い、邪神像のみではなかったか。竜のため、里のため、マガタマを頼む。誰かと思えば、天神の小娘か。あなたは、ジグモのおばば。とっくに往生してると思ってた。マガタマはどこ？威勢の良い小娘じゃこと。そなたの目当ては、これかいな。あなた、まさか。竜のマガタマの力、とくと思い知れ。届けないと、竜様。
権者たる強魔の皇帝、偉大なるダグラダイ陛下、邪神の像は今や再び息吹を宿して御見舞いにございます。しかして今だ万全にはあらず、におわぬか、わからぬか、至高なる神の降臨賜りたく、この地に集うすべての魂がまさしく一つとなりぬべきが、異端の汚れなる竜の者が腐れた正気をまき散らし、今しもそこに闊歩しおるこの匂い、お前にはわからぬか。ありうべからざる失態。苦しゅうない。この地でなすべきことはすべて成就した。地を支配する者へ、その力もて汚れの者を抹殺しはれ。仰せのままに。誰もおらぬは復活の聖地へと皆向かったのだ、我らの神を迎えるために。復活の聖地だと知る必要はなかろう、竜の忍者。ここがお前の死に場所だ。私こそエリザベート血の支配者にして殺獣鬼の女王。私は死なぬ殺獣鬼の力を。復活の聖地とな、知りたいか、竜の忍者。ふん、我らにとり開闢以来の因縁の地よ、すなわち富士の山頂。富士だと？ハヤブサの里の背後にそびゆる霊峰、そこはまたウヌの死に場所ともなろう。リュウ、ソニア、もうついてくるな。どうして？待って、これより先は冥府窓。離れてろ。竜家に誠の姿が。
っ、村正、邪神がうごめくのを知ってんな。いやはや未曾有の災厄そのものじゃ。しかしてわしの足じゃ上まで行かれん。お主がたどり着くのを待っとった。ヤクザやってきた。それでこそ正真正銘の竜の忍者じゃ。遠い昔、お主の先祖があの富士の峰の奥深くに邪神を沈めたのじゃ。こたびはお主がやらにゃいかん。俺、持っていけ。力の源じゃ。邪忍の王、この噴火の意味するところうぬにはわかるか。邪神の帯同と知る。邪神の荒ぶるやいなや知ったことではない。いずこも修羅の道よ。ただ時は至れり。うぬらが命脈は尽きた。もはやこれまでだ。ないか、ジャニー王よ。現れたか、竜の忍者よ。貴様は皮肉なものよ。貴様自らこの冥界に飛び込んでくるとは。皮肉とな。何のことかは知らんが、邪魔立てするな。バカめ、この復讐の好機、おいそれと逃すものか。我が恨み、今こそ晴らしてくれん。
恐怖の前にひれ伏すのだ。襲撃地獄ゴーサルディ。相変わらず悪趣味な世界だが、まあいいさ。君さえいればキラの世界だって作れるのさ。あんな危ないところでウロウロしてダメだぞ。このアレクセイがいなかったら今頃は誰かの胃袋の中だった。ソニア、なんと愛らしい小鳥なんだ。カゴの中の綺麗なカナリア。やめて。お、それだ、その鳴き声。歌うんださ、聞かせておくれ。あ、ほらもっと。竜のウジ虫がなぜここにいる？お前は殺す！バカだな。ソニア、ここでじっとしていろ。いいな。どこだったか。何も見えぬ。もう
や音も聞こえぬ。すべてはジグモ一族の道を開かんと、その気骨ゆえ我が境地にかけて全力で戦った。恥じるところなし。ウヌがウヌの大義に生きるがごとく、オノが大義に生きたまでよ。竜の忍者よ、我が邪神剣を持って邪人を。どうにも使えぬ。魔人の命をくれてやったというに全く使えぬ。くだらぬ感傷に陥りよったのな。貴様には死んでも分かるまい、エリザベート。
光が溢れる夜明けだ。
闇はいつか滅する定め。俺にはまだなすべきことがある。